ナミさん、事件です。今回新月に関しまして願い事を10個を書くみたいなね、そんなブログ記事があったと思いますけども、これ多くの方が事件なんじゃないですかね。というのが、願い事10個も思いつかないってことだと思うんですよ。きっと普段からああしたいこうしたいってなんとなくぼんやり思ってるんですけども、それがなんか持続しないっていうかね、すぐにポーンと抜けてしまって忘れてしまって、自分の欲望や希望っていうのに執着してないんでしょうね、きっと。だからこうやって10個書いてみましょうって言った時に、あれ普段あれいろいろあったはずなのにっていう風になっちゃうと思うんですよ。まあこういう風な形で私たちは不満すら長続きしないので、不満を解消するってことにもならないですし、いろんな言いたいことがあるけども、でも世の中が変わるのはなかなかね遅い。しかも世の中を変えるのは不満を抱えた人よりも夢や希望を持った人なのかなっていうふうに思うんですよ。ああしたいこうしたいっていうふうに、誰かのために何かをしたいみたいな前向きな人が世の中を変えていってね、いろんなサービスを生み出して、自分がこの状態から抜け出したいみたいな苦痛をずっと思ってる方って、まあほとんどの方がその苦痛を自分で解消せずに世の中が変わることを待ってるのかなと思っちゃいます。もちろん世の中が変化することを待っていても、新月は来ますんでチャンスは来ると思うんですよ。でもそのチャンスの時に願い事10個すら用意してなかったら、一体そのチャンスはどういうふうに私たちに語りかけてくるのかなというところですかね。例えて言えばサンタクロースが来る時に留守にしていたみたいなね長期休暇でクリスマス休暇に出ていましたっていう時で、せっかくサンタのおじさんがねプレゼント届けに来たのに誰もいないぞみたいな感じでねちょっと例えが違ったかな。まあでもね、願い事10個パパパッと出てくるようなそんな人生にしたいですね。はい、じゃあ今回は以上です。皆さんも新月に希望すること10個をね書いてみてはいかがでしょうか。10個もパッと浮かばないと思いますよ。それが今回の事件です。ありがとうございました。